どうも、ブラックジャックさん、はい、ここはですね秋葉原のヨドバシカメラの前になります。はい、今回はですねドリームアカデミアお申し込みありがとうございました。ご入学おめでとうございます。まあいろいろとですねお話しさせていただいたんですけれども、まあ、25日また詳しくお話しできればなと思います。僕も鹿児島に今事務所はあるんですけど、まあ、東京の方にもですね月2ヶ月に1遍とか1ヶ月に1遍ぐらいのペースで来てますんで、まあ多分ねもう武器が持ってますんで、うん、はい、いろいろとできるんじゃないかなと思います。であとは一緒に何か多分まあ揉んでいけば一緒になんかビジネスもできるんじゃないかなと思いますんで、25日が楽しみですね。はい、まあ僕はですね本当に今まあどこでも動画撮ったりとか、あ、スマホ一つとまあこんな感じで、まあ、ここでなんだ、まあ、こんな感じでバックパッカーみたいな感じでやってるんですけど、まあお話を聞いた上でやっぱその、まあ、病院だとどうしても、まあ、時間がないということで、まあ、今後はその時間、まあ、自分のライフスタイルですよね、時間何もある程度しなくてもお金が入ってくる仕組みっていうのを、まあ、インターネットだったら作れますので、それを25日揉んでいければなと思います。はい、まあ、あとはもうなんだ一緒に絡めることがあれば一緒になんかビジネス絡めれればなと思います。はい、であとドリームアカデミアの詳細に関しては、まあ、メールの方で記載してますのでそちらの方ご確認いただければなと思います。はい、あとはなんだ、まあ、25日ですね、結構多分今夜お話ができて僕も楽しみなんで、はい、まあ、多分ね掘り出していくともうかなりいろいろな武器があると思いますんで、その武器使っていろいろな展開ができると思います。はい、うん、まあ、あとはまあに、まあ、お時間あんま少ないとは思うんですけど25日まで、まあ、僕がどういうドリームアカデミアで塾運営してるのかっていうのを見てもらって、まあ、興味ある講義があれば見てもらって、まあ、その中でまあ話進めていくとまたスピードも速く話が進められるんじゃないかなと思いますので、まあ、時間あるときにぜひ見てみてください。まあ、コンテンツボリュームかなりありますけど、はい、まあ、あとはそうですね、うん、まあ、今日話して感じたことが、まあ、他のやっぱ人と考え方だったりとか、行動のスピードがやっぱ違うなっていうのはすごく感じました。うん、まあ、即断即決というか、まあ、決済もねすごく別れた後すぐ決済入っては早いなと思ったんですけど、やっぱすぐなんだろうな、早いっていうまあ時間っていうのは有限なんで、まあ迷ってても結局何も変わらないっていうのが人生ですから、何か変えたいんだったら、まあ、できるだけ早く決断して早くスピーディーに動いていくっていうのが大事だと思います。で僕も、まあ、スピードを重視してるのでまあ、こういうところで動画撮ってますけど、まあ、本当だったらどっかに入ればいいんですけど、まあ、今さっきですね、打ち合わせみたいな、まあ、ご飯をちょっと食べ終わって、まあ、今に至るんですけど、まあ、スピーディーにやってます。では25日にですね、またお会いすると思いますんで、お会いできると思いますんで、その日はよろしくお願いします。はい、ではメールの方で詳細書いてますんでご確認いただければなと思います。まあ、これから25年ですかね、長い長いお付き合いになりますけれども、頑張っていきましょう。まあ、少なくても、ブラックジャックさんがですね、勝手にブラックジャックさんっていう、ペンネームをつけさせていただきましたけど、まあ、ブラックジャックさんが望む未来っていうのは、叶えられることができます。やり方は全部入ってますので、まあ、あとはもうどれぐらいやるかですよね。自分でやるのか、あとは人に任せるのかっていうだけなんで、頑張っていきましょう。まあ、僕はもうサポートすることはいくらでもできるんですけど、やるやらないはブラックジャックさんですから、そこは頑張っていただきたいなと思います。僕も頑張りますので、ではこれから頑張っていきましょう。ご入学おめでとうございました。